恵比寿の有名ピッツェリアピザマルモにお出かけしてみました。まずは牛ハムと豚ハムの盛り合わせ、まあちょっと高いですけども、まあ雰囲気的にありかなっていう風なお味です。こっからピザですね。マルゲリータ、これ本当に美味しかったですね。生地が軽くて何枚でもいけるような美味しさで、こいつがですね、日本のうまみっていうですね、創作和風ピザで和をテーマにしたとろろ昆布なんかがたっぷり乗ってて、うまみを感じられる一品です。あとね、サイドメニューはこれが一番美味しかったかな。釜で焼いたポテトにチーズと黒胡椒をめちゃくちゃかけたやつで、個人的に一番このビスマルク風、チーズと卵がたっぷり絡まってて俺好み。あとこの照り焼きボーイズってのも美味しかったです。トマトなしの照り焼き味、生地が軽いから何枚でもいけちゃうんだよな。まあ値段もちょっと高めですけども、このリッチであればかなりいい美味しさだと思います。はい、ということでピッツァマルモ、ごちそうさまでした。